はい、こちらが実際のバトルの画面になっております。今回ニューヨークのステージなんですけども、ニューヨークはナルトの真珠がですね生えているというところの設定のステージになります。はい、すごい組み合わせで戦ってる。そうですね、まさにフリーザとルフィが戦っているという本作ならではの絵が見えているかなと。でジャンルとしては、対戦アクションゲームになりますが、簡単にですね気持ちよくアクションができるようになってます。なので、ボタンをガチャガチャ押すだけでどんどん派手な攻撃が出せるというようなゲームですね。あ、じゃあ割と苦手ゲームはあまり苦手かもなんという方でも割と楽しんでいただけるということですよね。はい、で、原作の、おなじみの、ネットも技も、簡単に、出すことができるので、この組み合わせをお客様がどんどん探していただくというようなゲームになっております。交代した、はい、そうですね。で今回の大きな特徴であるキャラクターの交代なんですけども、こうワンボタンでですねどんどんキャラクターが変わっていきますので、キャラクターからキャラクターに、コンボ攻撃をしていくというところが、一つ、本作の特徴なのかなと。すごい。であと、黒ひげを見ていただけるとかなり大きいんですが、この辺りもかなりリアルに作っております。そっか、悟空よりも大きいんだな。相当大きいですね。相当大きいですね。わっ、かっこいい。でただリアルで戦っているという人の大きな特徴である、こういった、リアルならではの表現というところもしっかりと入っております。で先ほどはタンクローリーだったんですけども、各ステージにもう一回移動できまして、もうビルにバコンをつけてどんどん攻撃してしまうと。屋上に来た。わ、すごい。はい、というだいぶうまくできました。めちゃくちゃいい終わり方でしたね。はい、そうですね。でキャラクターもですね、リアルタイムに交代するものと、ここでカメハメハを打ってくれて、このままレッドホークにつなげるというような、必殺技の共演というところも本作できるようになってます。わ、なかなか見れないこんなの。本当にこうリアルな感じで、ちゃんと周りにも影響が出るのも面白いし、そうですね、ちょっと服も汚れてってます。そうですね、実は今回リアリティというところでフリーザがどんどんボロボロになっているのが分かるかと思います。ボロボロ、すごい。尻尾もちぎれてる気がする。そうですね、尻尾も切れちゃっていると。結構リアル。あと絵がめちゃくちゃ綺麗。こういった、形の、技が出せたり、あとですねやはりジャンプといえば、変身というところで、例えばルフィはギアフォースに、すごい変身しましたね。こういうめっちゃ強い。しかもルフィのギアフォースも、かなり、リアルという、その肌も鉄っぽいものの表現にしたいと、本作ならではの表現というところをしっかりと、再現されております。はい、すごいですねこれ。本当にリアルですしね。かっこいいですね。かっこよかったですか。かっこいいです。めちゃくちゃかっこいいです。よかったです。足立さん、はい、ぜひやってみませんか。いいんですか、やっても、ね、大丈夫です。せっかくでしたら、はい、やってみてください。やりたい。ぜひぜひ。では実機の方で準備をしていただきまして、キャラクター選ぶの迷いません。これそうですね、夢の共演ですよ。東京ゲームショウ用に、はい、たくさんのキャラクター用意しているので、好きなキャラクターを。どうしよう。でも私さっきも、はい、主人公よりもライバルの方が好きって言ってたんで、そっちで固めたいと思います。お、じゃあまずサスケ。ちょうどサスケいました。よかったです。イケメン。あとヒソカのエロさも好きなんで、ヒソカ。いや、ヒソカ。あー、ここベジータに行くべきなんですけど、はい、ちょっと強そうなんでフリーザ使ってみます。あ、大丈夫。フリーザ様。ここはフリーザ様を使ってみたい。なるほど、なるほど。じゃあこの、あとは相手の、じゃあまず最初ナルトに、サスケにしたから、はい、ナルトにして、ライバル対決。はい、ヒソカなんでゴンにして、これもまたライバル対決ですね。で悟空にします。あもうこのマッチメイクだけでドラマを感じます。これす
はい、これ自分で好きなの選ぶのいいな。あとステージがですね、今ニューヨークと香港と、はい、ナメック星とマッターホルンが、どこがいいかな、行ってみたい場所とかあれば。でもなんかちょっと派手に街が壊れるそうだから香港とか行ってみようかな。じゃあ香港の街で、香港で行ってみます。香港の街リアルだもんね、香港とかニューヨークとかの方が、はい、そうですね、リアルな香港になってます。そうですよね、はい、またこの足立さんが選んだキャラクターいろいろ個性ありますけどね、はい、やっぱりね、いやだってなかなかこんなの見れないですし。そうですね、やはりおそらく本作もユーザーの皆さんの頭の中でこう妄想を膨らませていただいてチームを組んで戦うということが、まあ、楽しめるゲームだと思いますね。だってもう完全に私のチームなんて協調性なさそうじゃないですか、はい、皆さんね、もうヒントからもう一人でどっか行っちゃうでしょ、はい、でサスケもなんか自分自身の凝り固まった頭でなんか行っちゃうでしょ、うん、でフリーザなんてもう人と協力する気ないじゃないですか、はい、でもすごいメンバーが協力して戦うっていうのがちょっと夢みたい。あ、それが見られるのもまあ本作ならではないいですよね。さあその共同プレイというのをね、ちょっと、ね、っいい見ていただきましょう。楽しみですね、はい、でこのナルトですね、わいい、まずはね。でも、まあ、なかなかこのスリーショットも見られないのが本作ならではだと。すごいな、はい、さあうわあとあなんか、あなんか密かにキャラクターチェンジを。早くないキャラクターチェンジするの私。四角のボタンですね。四角ボタンで、おお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 、避けた。おお、必殺技。いけない。ヒソがかっこいい。まあこういうところでね、ちゃんと見せカットも入ってきますから。出ましたね。ヒソカとナルトが戦うんだよ。あ、なんか巻き込まれた。やばいやばいやばい。技がナルトの技が。やばいやばい、逃げろ。やばいやばいやばい、逃げろ。四角のボタンと三角ボタンを。やばいやばいやばい、ヒソカ。ヒソカがやられてるところなんて見たくない。気を貯めて、そうですね、気を貯めることで必殺技を使うことができますね。ちょっと待って、やばい。おお、連続攻撃が、おお、よし。すごい、すごいですね、コンボ、今。ね、でもすごいやられてる。ちょっと待って、やばい。大丈夫です。まだ大丈夫です。足立さんお上手ですね、フリーザ様、フリーザ様が。ちょっと待って、ゴンが、覚醒できるんじゃないこれ。あ、フリーザで覚醒。フリーザ。おお、覚醒するとですね、すごくこう技が強化されるっていう。いけ、デスボール。デスボール。香港にデスボールが落ちる。こんなことある？お、あ、ちょっとだけ。ゴンがちょっとだけ、ちょっとだけ残ってます。いた。やばい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 。フリーザ。あ、だが、お、夢の対決。ちょっと待って、すごいやられてる、すごいやられてる私。まだ大丈夫です。ここでフリーザの、お、よかった。いやー、ちょっと面白いですね。素晴らしいですね。超必殺技、超必殺技、はい、出せました。私もちょっと貯めよう、向こうが貯めてるから。そうですね、気を貯めることで技を使うことができますので、でエフェクトも今回かなりリアルに、かっこいい。おさあきっと私はもう活動を掴んでるので、おお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 おヒソカ、ヒソカもさっきのバトルでちょっと破れてしまって、ちょっと待ってヒソカの衣装がボロボロ、こんなのやだちょっとセクシーになってますボロボロ、あーすごい、何これ。そうですね、ああいうこうぶつかる時にもアップの演出が入ったりとか、すごいかっこいい、どんどんキャラクターが表現できてると思います。おバンジーガムですね。バンジーガムかっこいい。で気を貯めて、ひそかって、で L1 を押すとですね、バトル中にこうスッてこう緊急回避ができたりします。あ、そうなんだ、はい、緊急回避ですね、はい、なので何この一方的に殴られるってことがあまり今回のゲームはない形になってます。お、でもまたこういうことか、必殺技が出せますね。ちょっと待って、ひそか覚醒、いけ、おいった、おっ、かっこいい。
てや霊光弾捕らえたぜ。ひゃーよレイヤー強くいくぞ。はい、うわー、なるかみ逃げんなよ。悪いけどこれ全部ただの約束だ。どっちめぞ。おいこいつは目の全てをかけて命令